行きましょう。最初はグー、じゃんけんポン。あ、ちょっと待って、じゃあとりあえず2人はいい。ちょっと待ってください、まだ。はい、じゃあ佐伯選手から回ってください。はい、で、今負けた人、今山本選手と愛好が負けた人おったよね、3人いた。じゃあ3人前に来てください、前に来てください。はい、つけ出してね、山本選手いくよ。はい、最初はグー、じゃんけんポン。あ、2枚。あ、ちょっと待って、じゃあ2人先に、あ、2枚、いや2枚、この2人に。で、今何年生ですか？高1。そこね、ちょっと佐伯選手の汗がついてるんですけど、佐伯選手、一番今3、4年人気あるんで、佐伯選手は脱いで、1枚差し上げる、佐伯選手あげてください。これ価値ありますよ、これは価値がある。佐伯選手は甲府出身のね、もうイケメンレーサーですから。佐伯選手はプレゼントしてください。さっき来たばっかりなんで大丈夫です、はい、じゃあ佐伯選手から1枚あげてください。はい、ありがとうございます。さあ、皆さん、はい、じゃんけんご参加ありがとうございましたね。じゃんけん参加してくれた方、ぜひですね、レース場に来てもらって、6月18日から、そして7月の12日からも、このベースボールシャツをどんどんプレゼントする企画もありますから、ぜひですね、レース場に来てもらって、そして何より、今日来てくれた山本選手、そして、ウレツボ選手、佐伯選手、そして、今下にいますけど、磯部選手を応援しにしていただきたいなというふうに思います。さあ、今日は山陽オートレースブース、この後最後までステージの左側でありますからね、ぜひ皆さんいらっしゃってください。さあ、それでは最後に一言ずつだけ、ステージ上の3人に一言ずつだけいただきたいと思います。山本選手、お願いします。山陽オートレース場、ここから近いんで、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。いいレースするんで見に来てください。よろしくお願いします。これからオートレース頑張るので、ぜひレース場に足を運んでください。よろしくお願いします。はい、今日は山陽オートレース場からホタル祭りにお招きいただきましてありがとうございました。以上です。